はい、皆さんこんにちは、ロペルンです。余談なんですけども、本日3月16日で私、20歳の誕生日を迎えました。本当にありがとうございます。俺が YouTube 始めたのが13歳とかだから、めっちゃあっという間だなと思うんですけどもね、これからもよろしくお願いいたします。ということで本題、今回は突然ですが自分のペンを自慢します第7回目ということでやっていこうと思います。では見ていきましょう。はい、ということで今回は突然ですが自分のペンを自慢します第7回目ということで、前回この企画が復活となってねやったわけなんですけどもね、今回も皆さんのご自慢のペンを見ていこうかなと思います。毎度言っているんですけども、この企画は視聴者さんのペンをね、紹介していくということで、ちょっと前に旧 TwitterX で募集をしまして、皆さんのご自慢のペンを見せてくださいということでね、そちらを紹介する企画なんですけどね、こういうね、他の人のペンをね、見てみてね、文房具業界を盛り上げていこうということでね、始まった企画なんですけども、一時的に第5回目まででね、1回終わったわけなんですけどもね、前回からね、視聴者さんの好評によりましてね、復活ということでね、今回は第7回目ということでやっていこうかなと思います。では、早速やっていきましょうか。どうぞ。よし、じゃあ、第7回目ということでやっていこうと思います。はい、こちらですね、第3弾ということでね、早速見ていきましょうか。まずはこちらですね。ペンテル鉛筆、ペンテル初のノック式シャープペンシルですということで、ペンテルっていうのは結構早い段階でノック式のシャーペンっていうのを出しておりまして、多分もう50年か60年ぐらい前のペンなんじゃないかなって思いますね。大文字ペンテルになっていて、これは大日本文具時代のものとなっておりますね。ペンテルっていう社名になったのは1971年とか、それぐらいだったと思うので、大日本文具時代のね、もう60年前とかのね、ペンとなっております。確かこれが一番最初にペンテルが出したノック式のシャーペンだったかな。続いてこちらですね、野原工芸、カリンコブ、半門純銀色。読むかな、シャープペンシル、神代タボの縮み木で、半門クジャク色っていうのかな、スタンダードボールペンということで、野原工芸では神代タボ縮み木は在庫数が少なくレアらしいということで、はい、こちらですね。なんか結構巷では半門金具のね、野原工芸のペンっていうのが非常に人気らしくて、こちらね、従来の野原工芸とは違くて、ここのね、金具の部分がシルバーになっているんですよね。これが特別なモデルということでね、これいつかね、欲しいんですよね。で、この上のやつが神代タモの縮み木ということでね、しっかりね、模様が出てて美しいですよね。これがね、半門金具っていうのがあるらしいですね。これめっちゃ欲しいな。野原工芸は最近こちらのね、三蔵クリップになったっていうのもあるのでね、今度4月か5月に再販があったのかな。ちょっとボールペン欲しいなって思っているんですけども、シャーペンは2本あれば十分なんじゃないかなと思うんで、今度はボールペン欲しいなって思ってます。続いてこちら、文具女子博に行った時のユナイテッドビーズのペンケースですということで、ユナイテッドビーズっていうのは現在のラダイトとなっていて、ユナイテッドビーズっていうのは実は2018年だったかな。それぐらいに倒産してしまって、そのユナイテッドビーズの社員さんを集めた企業が今のラダイトなんですよね。それがユナイテッドビーズ時代のペンケースということで、この上のボートペンケースは僕も同じ色を持っていますね。多分相当前に買ったやつだと思うんですけども、文具女子博で復刻版として販売されていたのかな。多分売れ残りなのかわからないんですけどもね、こういうのがあったっていうことでレアですよね。続いてこちら、筆記器具メーカー各社生産終了品ですということで、廃盤のシャーペンですね。右からニューマンのシャーペン、なんかファーバーカステルのアルファマチックに結構似た形なんですけども、で、三菱のダブルノック式シャーペン、これ透明軸が確かレアだった気がしますね。で、パイロットの多分ヤングフレフレと、パイロットのザ・シェイカーは多分海外仕様のモデルですかね。で、こちらがパイロットのハイメカホルダー1000ですね。この値段が書いてあるシールっていうのが多分本当に初期のやつなんじゃないかなと思いますね。で、これがパイロットの初期の一般筆記用シャーペンで、これがパイロットの HF605 って書いてあるんですけども、確か製図フィルム用の、多分原型は H50X 系だった気がするんですけども、まあそういうのがあったり、これがなんだ、木本っていうのかな、木本の製図用シャーペン。ちょっとすいません。B リアルが来ておりまして、B リアルがちょっとね、来ててね、ちょっと、すいませんね。木本多分、原型は多分 H の 109X だったから、多分、うろ覚えなんですけども、それのパイロットの製図用シャーペンが原型だと思うんですけども。で、これがペンテルの 0.9mm のシャーペンですね。これもまあ、大日本文具時代のやつなんでね、結構昔のやつですね。で、これがペンテル5。ペンテル5も本当に初期のやつで、で、これが確かペンテル7だったっけな。ちょっとこれもうろ覚えで申し訳ないんですけども、多分これも初期のペンですね。で、この2本がペンテルのインジェクトっていうね、ペンですね。で、これが PWP15、ダブルノック式のハイバーのシャーペン。で、一番左のやつがめちゃくちゃすごいやつで、ペンテルのテクノプレスっていうね、めっちゃ激レアなペンなんですよね。これ持ってんのすごいですよね。本当にこれはあんま出回ってないらしくてね、レアらしいですね。続いてこちらですね、工房施設のかりん紅白、小豚工房、ローズウッドコブ、山田工房、初めて聞きましたね。吉野杉コブのトリオですということでね、はい、こんな感じですね。Google Pixel で撮ったんですね。こんな感じでね、やっぱいいね、自然と調和してんのがなかなかいい撮り方ですね。Google Pixel でこんなの撮れるのってね、すごいことですよね。多分これが小豚工房なのかな、わかんないんですけどもね。あとこういうやつがあったりとかね。いいね。めっちゃ綺麗な撮り方してますね。続いてこちら、一番好きな構成ですということでね、バハギア&クラフトのペンケースですね。アンティークでめちゃくちゃいいですね。ここの部分にね、クリップとか切手なのかな、切手を貼ってんのがね、いい雰囲気出してるなって思いますね。ここの部分にアルミ&ウッド定規の茶×茶が入っていたり、ユニボール 1F と、多分これはわかんないですね。あと無印良品の写真ケースに工房施設のペンに、これがパイロットのライティブっていう万年筆ですね。この皮巻きの消しゴムもいいですね。多分なんかの工房さんが作ってた記憶があるんですけどもね。続いてこちら、レトロモダンなペンがマイブームですということで、ね、あ、これめっちゃいいですね。やっぱりレトロモダンですよね。やっぱレトロモダンっていうことで、ね、レトロなペンもあるんじゃないかなって思いますね。左から多分これが無印良品の定規にライオンの消しゴム。これがペンテの C357 っていう芯の中にボールペンのリフィルを入れてんのかな。こういう使い方もあるみたいでね。で、これが緑の修正テープ、ペンテのタフペンシルっていうね、廃盤の鉛筆。無印良品のマーカーにマッキー。で、このペンが多分ね、間違えたら申し訳ないんですけども、確かなんだっけな、トンボ鉛筆の製図用シャーペンなんでね、なんとか1500っていう名前で、これもうろ覚えなんですけどもね、こういうシャーペンがあった気がしますね。あと、パイロットの4色ボールペンかな。で、スマッシュのグリーングレーかな、多分。グリーングレーだったと思うんですけどもね、スマッシュの廃盤のカラーに、ラミンのスクリブルに、ラミンのダイアログだそう。ラミンのダイアログだと思いますね。ダイアログ3だったっけな、忘れたんですけどもね、多分それなんじゃないかなって思います。続いてこちらですね、シックザールさんのプレゼント企画でいただいた革軸ペン、フエブロコニャックですということでね、シックザールさん最近ちょっといろいろお世話になっているわけなんですけどもね、いいな、めっちゃかっこいいこの革巻きペン。革っていいですよね。まあ最近木軸ブームなんだけど、革も経年変化するから、やっぱこれも一つの選択肢なんじゃないかなって思いますね。まあその上、皮巻きっていうことで、ここに縫い目があるんですけども、この縫い目もしっかりとしているんじゃないかなと思うので、これもいいですね。多分金具に関しては野原工芸とちょっと似た形の金具が使われていて、多分ね、汎用の金具だと思うんですけども、これめっちゃかっこいいな、これ。続いてこちら、お気に入りのエクリドールベネシアンですということでね、出ましたよ、エクリドール。実は最近ちょっとね、エクリドールめっちゃ気になっていてね、そろそろ買おうかなって思っているんですけどね。これはベネシアンっていう軸となっていてね、このデコボコとした軸が美しさがありますよね。言葉では伝えきれないようなね、美しさがあるんじゃないかなと思うので、これめっちゃかっこいいですよね。何気にね、エクリドールはね、過去のマンネーフレンズとかね、文具クラブとかそういうので触らせていただいたことはね、何回かあるんですけどね、まあ、未だに変えてないっていうことでね、もう6年以上ね、前から欲しいと思ってたけど、なかなか変えてないっていうことでね、そろそろ買おうかなと思ってるんですけどもね、お金ください。続いてはこちらですね。こちらはね、いいね。これめっちゃ雰囲気いいな。使ってる人久しぶりに見たな。ロジカルっていうね、中林っていうノートの会社から出てる消しゴムなんですけども、この黒い部分がハード消しゴムになっていて、ホワイトの部分が柔らかい消しゴムになっているっていうね、2つ使える消しゴムなんですけどね、ロジカルっていう消しゴムがあって、で、これが僕も持ってるんですけども、クラフトデザインテクノロジーっていうところとコラボしたケリーと、で、このグラフ1000が確かイオン限定カラーだったかな。僕も持ってるんですけどもね。で、スタイルフィットの4色の限定柄に、ゼブラのチェックペンアルファ。で、このロットリンクのペンなんだろう、ローラーボールって書いてあるんですけども、多分今もあんのかなわかんないんですけどもね、ロットリングのね、こういうボールペンがあるって言って、ちょっと今度お店行った時にちょっと見てみようかなって思いますね。こういう中身めっちゃ好きですね。すごいね、シンプルでいいと思います。はい、続いてこちら、こんなものですが、ラミーのストゥディオマットステンレスとシャーボ XTS10 です。この2つが最近のお気に入りですということで、ここに井上凪さんがちょっといるんですけどね、まあこれはまあ置いときましょう。ルポセカンドペンケースにサラサグランド TS10 カベコスペシャル、ラミーのストゥディオっていうことでね、僕ストゥディオめっちゃ好きなんですよね。ストゥディオ僕就活用にね、まあ、買ったんですけどもね、ほんと5000円とは思えない高クオリティで細部までこだわり抜かれているのがね、僕めっちゃ好きでね、ストゥディオね、すごい好きなペンですね。TS10 に関してもね、ちょっと値段は張るんですけどもね、まあ、3色プラスシャーペンが選べてね、カスタマイズできる高級筆記具っていうのがなかなかでかいんじゃないかなと思うのでね、めっちゃ好きなペンですね。ルポセカンドっていうことでね、僕今までルポペンケース系はね、手を出したことがないのでね、もうそろそろね、ちょっと手を出してみたいなとも思っていたりします。続いてこちら、これですかね、最後は文房具ではないですが、思い出ですということでね、まず1枚目から見ていこうと思います。工房節のペンに、多分この真ん中のやつも多分工房節のボールペンなのかな、カリンコブなのかな。で、スーベレーンの M600かな、多分そうだと思うんですけどね、このボールペンは何だろうな、ステッドラープレミアムっぽいけど多分違うと思うんですけど、僕はわかんないですね。で、このボールペンがもう廃盤になってるんですけども、三菱ユニのセレクト3っていうペンですね。高級感があってめっちゃ良いですね。で、謎にクリアレーダーがあるっていうことでね、はい、2枚目ですね。2枚目はね、工房節のペンということでね、やっぱ素晴らしいですよね。で、3枚目が、これね、確か日本橋にあるパイロットの本社なんですよね。まあ僕もね、結構銀座に行く頻度っていうのはそこそこあるのでね、たまにパイロットの本社っていうのをね、たまに見るんですけどもね、まあ、ここにあるっていうことでね、近くに寄った際はね、ぜひね、見てみてください。続いてこちら、木軸ブームだけど、それに負けていられないかっこいいし愛着を湧くアクリル。この人は分かってますね。アクリルはマジで最高なんですよね。こちら左から、左が多分ローレッツっていうところのシャーペンなんですけども、ローレッツは確か2年ぐらい前の東京ペンショーでね、ブース見に行ったんですけどね、これめっちゃすごいんですよね。細かく金属のね、彫り込みが入ってて、まあローレットにこだわった会社っていうことでね、こういうシャーペンがあるのと、で、クラフト A のアクリルシャーペンですね。僕もクラフト A のペンをね、アクリルを持ってて、やっぱアクリルってね、めっちゃ良いんですよね。で、これが S10 の多分カスタムのやつだと思うんですけどね。正直ね、木軸だけではなくて、アクリルももうちょっと広まってほしいなって思うのでね。これはめちゃくちゃ素晴らしいですね。そして、ユナイテッドビーズのね、ペンケースっていうことでね。続いてこちらも左の写真のものしか使っておりません。右のヘキサゴナルは飾っていますということでね、廃盤のペンかな。左から H1094 とハイメカホルダーの3000円モデルとエクイドールかな。真ん中のハイメカホルダーはね、こうグリップにね、触覚加工っていうね、特殊な加工が施されているんですけども、この触覚加工、墨入れって言えばいいのかな。この加工をする職人さんがあまりいないらしくて、今ではめっちゃレアらしいですね。まあ、昔のシャーペンではね、結構こういう加工があったんですけどもね、めっちゃレアな加工となっております。2枚目のはヘキサゴナルのバージョン0かな、初回限定のやつと、ステッドラのマルスルモグラフとなっておりますね。続いてはこちらですね。よかったらお願いします。改造シャーペンだってすご。まずはこれですね。これは多分あれかな、ラライトのペンケースかな。左から、これがニトムズってところのボールペンで、多分これが緑の定規みたいなノギスかな。で、ラピッド600、工房節かな。工房節じゃないかなんだこれ。多分小豚工房さんかな。で、これも多分野原工芸じゃないかな。多分あれからボナンペンさんかな。で、これなんですよ。で、これがね、めちゃくちゃ面白くて動画があるんですけども、そうなんですよね。なんとこれ改造シャーペンなんですよね。返し印を応用して作った改造シャーペンということでね、これめっちゃ面白いですよね。これがね、最近出たペンテルのアインの返し印を使って、こういうペンを作ってたり、あとネオックスグラファイトですね。これすごいよね。改造シャーペンということでね。僕も中学生ぐらいの時ね、めっちゃ流行ってたんでね。あとこれが万年筆かな。なんだこの万年筆は。ちょっと変わったやつなんですけどね、僕はちょっとわかんないですね。続いてこちら、ブレン、特にすごくないですということで、限定カラーのブレンかな。取り方が綺麗ですよね。このね、透明軸のやつがね、これも最近出た透明軸なんですけどもね、やっぱりブレンっていいですよね。もう本当に普段使いでもね、めちゃくちゃ使いやすいボールペンだと思うので。続いてこちら、恋人ですということで、これは木軸のボールペンかな。2枚目は多分、半門金具の野原工芸かな、多分。これ持ってんのすごいな。玉クリップになっていますね。3枚目もこんな感じでね、野原工芸何本持ってんだ ?1、2、3、4、5、6本持ってんだ。すごいな。一番奥のやつが多分、ロータリー式のボールペンで、シャーペンだったりがあると思うんですけどもね。こんな野原工芸持ってるの羨ましいな。これで最後にしようかな、今回は。ということで、遅くなりました。お気に入りのペンです。ということで。いやー、自然光めっちゃいいな。めっちゃ綺麗な撮り方になってる。左からパイロットのローリートかな。で、これがケリーの限定カラーで、で、これが一時期ちょっと流行ってたローレットサラサみたいなやつと、で、ステッドラーの廃盤のシーンホルダー、マルスパンテクニック787っていう、昔どっかの文房具 YouTuber さんが紹介してた気がするんですけども、で、エクリドールの多分セブロンかな。で、アクリルのクラフト A のペンに、ライオンの消しゴムに、クリップに、無印の定規ということでね。2枚目も左から、多分スターリングシルバーのキャップレスに、パイロットの2プラス1の多機能ペン、スイフト849、ローリーと野原工芸、で、これがコヒノールのシーンホルダーかな。ユナイテッドビーズのね、ペンケースということでね。いいな、めっちゃ。このね、ローリート持ってんのがね、羨ましいんだよね。ローラーボールペンだと思うんですけどもね。こういうレトロなね、デザインがね、すごいいいなって思いますね。あと、この何気にローレットサラサっていうのもね、多分、シーンとかに売ってた気がするんだけどね、忘れちゃったんですけどもね。こういうのもあるっていうことでね、すごい良いなって思いますね。そろそろね、カランダシュのエクイドール欲しいなって思ってます。はい、ということで以上となります。今回は突然ですが、自分のペンを自慢しますの第7回目ということでやってみました。多分あと2回か3回ぐらいやると思うのでね、まだ全然受け付けておりますのでね、概要欄からね、ぜひね、リップの方を飛ばしていただけたらなって思います。まあその際にね、まあ自慢の文房具とかがあったら、まあ適当な取り方でもいいのでね、見せていただけたらなって思っております。ということで以上となります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。